私が提起する。たもと、どうでも不意打ち、打ち続けて。うんうん、いい感じ。ほっ、それ、せっと、ほっ、よっ。うぅ、僕を称えよう。世界の熱狂の渦。ご安心を、絹のような弱さね。はっ、気をつけなさい、ファイヤー。ま、岩元素なんですね。私が提起する。ローズクラッカー。スピナディローズの特注版よ。よっ、はっ、ほっ、それ、ほっ、よっ、せっ、それ、はっ、ほっ、かじゃーん。光り輝くがいい。ご助力を、よっ、手伝って、ほっ、よっ。絹のような弱さ。止まって散りなさい。次、堂々不意打ち。
相手は間違いない。やるよ。強攻。その命いただいたわ。肉力増進。先生こっちで血刃全力攻撃だ。無駄な努力をやめたら。いや、さようなら。一個先。みんなは俺が守れ。俺に告げ進軍よ。股間奥義。よく見てろ。おどろ。うん、じゃあ。元気出してよ。どうぞお受け取りください。にゃー、ちょっと失礼。やっ、影のカラスが優雅を求めている。お荷物です。無駄な努力をやめたら。ローズクラッカー。スピナビローズの特注版よ。かけ全力攻撃だ。その命いただいたわ。ファイヤー。ま、岩元素なんだけどね。それWhat?
その麻酔って一体何なんだ。ちょっと味見。じゃ違うぞ。今後の参考の。いいでしょう、一滴。そんな、もったいない。実験用にと取り分けておいた最後の。本当にちょこっとだけ。はい、どれどれ。ブエッ。この味。したよ。もしかしてこの地の伝説にもあったよ。運命の女神がインクで紙に物語を書き記した。創世の女神によりその物語に命が吹き込まれたって。だからこの森では酒場がここまで大事にされ。退職症を患った住民たちは体内のインクが乾いて色あせたせいで自分の物語を忘れてしまったのかも。皆さんの話にはついていけませんが、妖精さん、どうかそんな顔をなさらないでください。なんだ、今の話がわからなかったのか。妖精さんは女神が俺たちに命を授けてくださったって話をしてるんだ。へへ。え、本当？お前、僕と同い年だろ。昔一緒に運命の女神像に祈りを捧げたじゃないか。あー、正確にはうちのじいちゃんが。じいちゃんの話では、ある日仕事が終わった後、小屋の窓から創世の女神が命を吹き込む瞬間をちらっと見たんだとか。女神は俺たちの体を作るための紙を捧げ持って、それに話しかけてた。そしたら、ぴょんぴょん跳ねる髪のカエルが。自分が見てきたかのように言うなよ。女神の魔法ってもっとこうバチバチバチって感じで派手なのかと思ってた。え、皆さんの世界では新しい命はバチバチバチって派手。いや、そうでもない。魔法だからって絶対に派手じゃないといけ。お前が大ボラ吹くから妖精さんまで混乱す。ううん、そんなことないよ。むしろおかげでいろいろ見えてきた。ありがとう。光栄です。残るはあと一箇所だね。出発しよ我觉得那个不太意外，因为那时候英国先判他有罪，我不知道英国那边法院到底是怎么样。后来他在美国又重新上诉。你说谁啊？就是那个、啊、那个强尼戴普啊，他在英国被判啊。哦，他那时候是第二次上诉，是在美国上诉。哦，就是不知道英国的法院都在冲他笑。F 康老，很酷啊，超级酷。酒場の再開が迫っているというに。本当なんです、長老。昨日興奮しすぎて間違えちゃって。天空章鱼的。長老、天空章鱼。ほう。良いところに来てくださった。紹介いたします。シトラスは麻酔にうまい果物をいろいろ混ぜて美酒を作り出す。インク酒場には欠かせぬ存在なのです。長老。そんなに持ち上げないでください。現在名目大丈夫也是違法。はあ、すみません。肝心な時に自天之作之渣男之角色。我看起来像王殿那些角色。お手数ですが、私の尻尾を引っ張って首が動くようにしてもらえませんか。自分では手が届きませんし、穿一个骷髅美的外套。尻尾と首って関係あるのか？もちろん。空の雨と日のような関係ですよ。とにかく果物をもいで樽に入れる一連の作業を手伝ってほしいんです。机子的衣服都蛮好看。但穿怎么有佩鲁索纳？啊，没有，这做的蛮好的。佩鲁索纳？没有啊，一定很刺激。温热纸巾，哎、欸，他那个同志是这一款战双吗？
应该是哪一部啊？还是说这款是陪护送的？问就是陪护送的啊？你是说他那个下棋的那个？的他有一个下棋模式，那个 UI 是 UI 就是超对不住。不是啊，有个角色旁边后面有一只东西。啊，你说那个，你说后面有一个拿枪的。啊，黑色盔甲。他买是紫色。なんかちょっと違うんですよね。我在说哪个？没想到卡卡罗是最废的角色。没错，电塔就败。嘿嘿，这是靠。我接着出的仙女奖励不练。なんかちょっと違うんですよね。接着出场的限定奖是，接着奏乐，接着舞。不是香里调。香里调是雷叔。香里调，这个卡卡都不要了。什么 GN 啊 ？GFN。卡卡罗现在在搜索，现在卡卡罗在搜索宇宙剧情了，因为他没有出现。卡卡罗是谁？他没有出现剧情，所以他就没有被喜欢的问题。卡卡罗是谁？不认识。卡卡罗是谁？对啊，不认识。我只知道他让。他为什么今天在卡池子呀？我只知道我白练他了。卡卡罗是谁？なんかちょっと違うんですよね。感觉是黑色的，还是个神？本当に関係ある。哦，ありがたい。これで一安心。这单原本预计我要七点送到，两点半送到。これで一丁上がりだな。油门绝对不放。踩到底。我油门直接踩到底，我真的没有停下过了。不要停。都不要停下来吗？哎，他这里是有说那个明朝是山庄的。我还是我记错，可以起慢一点，让你 WiFi 不停歌。原本没讲，后面放的是什么？哦，卡卡班内啦。啊，怎么叫 Risky 呢？我听不懂。因为 Risky 听力5.0，比我厉害。我因为 Risky 课比较多，听力比较好。没有，我刚问那个李超不是擅长的，位居很棒，我只是后置。我已经没了，你已经没了，没了。我已经用了两次，又用了，我已经用了三次啦。回到《佛侠传》，就是要跳什么的？老孙二周目。老孙，我觉得二周目，哎，就是你咋？老孙六个大陆斩。笑死，超的超的。阿路仔，就是，之前有个台湾朋友帮他送点心给他吃。是。啊，这个米卡克，我没了。我。那明天是先抽谁？星野吧，那个六趴那个。哎，所以真的是先，真的是先星野黑子哦。对啊。太无情了。太无情了，我要留给他住。他真的一百抽啊，一百抽出来跑了 ，easy。有机会。可是我石头没那么多，所以我还要留给他。不用啊，他之前只有送一百抽，一百抽内抽出来跑了。还好我有。还好我有 2.5 警安全。沙之众要出另一个形态了。简单，单抽直接出。不行。这个跟那个一张复古都可以抽。那个一张复古抽完六加。翡翠六加五 ，How to 翡翠六加五。一张。没错。因为你抽出来会配换两张。没错。还变毒。那个六加五产业链，逐渐变多，早晚会多几张。然后他那个那个进阶版要选，就会抽到那个两卡池两只都抽满，没错，两只抽起来，好简单，一定会满的，因为每次抽都一只。对，六加五好简单，好简单。
哎、欸，对啊，如果你从一张去算，然后你抽出一只，就加一加奖，所以你完了，水晶装拜拜，所以你总共会有20张，到完成。可能快要送到货了哦。这上次怎么打？错了，你走。可是双连接车，我在想要自己倒出来，是给他帮我倒？当然是给他倒、啊。当然要自己倒、啊。想要不睡觉了，是不是？你也是 real game 玩家。我玩是 real game 玩家。我想看你倒、啊，我看你倒完我也知道，都应该蛮有意思。啊啊啊啊！在营区门口，等一下我先靠我朋友倒车，我把他撞一倒。倒完我直接遇见。谢谢我好了。谢谢。嗯。你有看我的帮布吗？什么？你有？看我的淘宝帮助吗？为什么淘宝？嗯，因为没有正版。啊，还有卖？好，淘宝有卖。树莓被抢走。其实刚开服那一周六日，台北现场展就那个抽奖。有什么？有帮布的周边。哇！啊，是假的，不一样。在台北。可是台北有孤独摇滚呢，我怎么可能会去帮布呢？是摇滚看那个线上正版就好。你说伊利正版吗？我还要喝伊利的那个饮料。不行。怎么在口水吐？完了。那你有加饮料？那个我能做任何事，但看起来是没办法的。他要插进去一个超难插的位置，那个两台感觉是没办法的。你说如果你是双连结吗？对。你加半题。双连结。你后面那个是能睡觉的位置吗？对啊，这里是床。啊，好爽！但我还没睡过，因为我是不睡觉的。小朋友才睡觉。那你会在上面靠枪吗？嘿嘿嘿。当然，那一定要、啊。很臭。那应该卖不止42块。你不知道在他床那边绑了一个那个便器，肉便器。哦，我是哪个视角可以看到我的屁股？剣の盤石。我直接消失。坏家伙！我明天就来艾特他，看他几点回。差不多。偶然的出会には趣がある。就这。就这。完了。人没了。完了。劳军想你了。痛吃一命老铁，我看到那个同事他那个档案，他看截图，他档案有12万颗石头，怕，对，仓鼠的，囤囤鼠，没错，我只存2.5几，就这，然后他注意我存，我只是生囤。哇，珍贵的宝箱，开心。强效兵的资助，合法。行啊，松连锦。双连接车他妈怎么控啊？太难了吧！你还双连接啊？我连第一台我都控不好，我他妈怎么有办法控到第二台？大哥的，为了玩欧卡去考了双连接驾照。我靠！
弯的梁。你直直往前，你会撞到吗？他妈知道。是因为我现在屁股没办法控制，不够直了。对啊，你往后它就歪耶，会。对啊，所以我要先把我的整个车体调得很直。那你下次要玩火车模拟器？火车模拟器真的傻笑。魔法的使い方と。下次就是玩 Google 那个飞机模拟啊，真实模拟在空中飞。看吧，模拟器都玩完以后去考驾照，然后直接。親の外から見たっていうあれ？創世の女神はどうやって時尚梦想家新品拍照。我在飞机模拟器有两万小时。もしかしたら元々魔法がつまりこの森の舞台が。私という踊り子に合わせた動きをしてくれるってこと？そんなのおとぎ話だけ。え、そうか。これ単純な西瓜遊戯。周りに影響されているのかな。動く折り紙の動物とか魔法のポーションとか。ここじゃ何でもありな気がしちゃってさ。でも確かにやってみないとわからないよね。おし。こうやって折るんだったよね。うん。うわー、器用だな。前に舞台の小道具さんがこういうの作ってたから。忍者杀手要出游戏。面白いと思って休憩時間に習ったの。うん、眠気覚ましどうだ？その魔法の力とか感じたか？ウェダリ。全然。ウェダリ。ウェダリ。いいだね。話しかける。Is this good to drink? でも森の創生の女神はこういう時なんて言ってたんだろう。そうそう。森の妖精としてのヒーローが新しい住民に何を伝えたいか考えてみたらどうだ。真正杀手有个网路梗。我今天手机接到那个简讯，然后上面写说某某诊所就是关心你的身体什么的，然后传一个网址给我的。どうかあの花のように。不是 LINE， 就没有就简讯。简讯都是屁，看他们超像那个把诈骗。那个，他不是拉你进色色的外包那个外卖茶的 LINE， 没有，那个不是 LINE， 就是寄简讯。现在诊所完全是我没有去过的。この年になってかような神業を目にするとは。ピーナッツのから。はじめまして、パチサラ。私はニーロ。この森の妖精なんだ。今日からあなたは森の一員になるんだよ。はじめまして。妖精のニーロお姉ちゃん。どうかあなたがここで楽しく成長できますように。成長。この森の新しい仲間はひとまず私にお預けくだされ。外卖外送茶。懐かしい。森で歓迎。ほらパチサラ。アーモンドおじいちゃんのところにおいで。ニーローが魔法をマスターしたんならインク酒場を開けるんじゃないか。あのアーモンド長老、何人か酒場の地下に呼んでもらえないか。もちろん構いませんが、理由を伺って。さっき魔法を使った瞬間。あそこに違和感を覚えて、きっとそれがインク酒場閉鎖の真の原因なんじゃないかな。なるほど、お安い御用です。パチサラもアーモンドおじいちゃんの言うことをよく聞いて、勝手に走り回ったりしちゃダメだよ。パチサラ言うこと聞く。走る。こら、お前という子は待ちなさ。さすがニーローが作った子って言うべきか。やけに元気だな。なあ、さっきはあの子の幸せを祈る気持ちを言葉にしただけだよ。本に書いてあった通り、言葉そのものが魔法。すごく童話っぽい解釈だな。だからこの森は
祝福の森って言うんじゃないかな。そういう魔法がニーローにはぴったりだと思ってたんだよな。うん、祝福を授けるとき、この森の中を流れる魔法を感じられたんだ。草花や木に宿る魔法や、みんなの体の中を巡る。でもインク酒場の地下にはガランとした空間があって、何も感じる。妖精殿、ただいま戻りました。早いな。インク酒場の地下には、この私でさえ初めて見るものがありましたぞ。透明で、たた透明なもの。マングシは、わかった。え、なんで今のでわかるんだ。マングシパイモンも童話っぽい解釈をしてみたら、そう、正しくは空のインク瓶かな。パイモン、麻酔の味を覚えてみた。そういうことか。旅人パイモン、私と一緒に材料を取りに行ってもらってもいいかな。そういえば小屋の本に麻酔の材もちろんだぞ。何が欲しいんだ。永遠に沈まぬ夕日、我们在倒退机车里。それから夜にしか咲かない月。ええー、なものばっかりだ。おー、めちゃくちゃ早いな。どうやってなぞなぞじゃないだろ。易碎品です。您说那些中国人的心吗？很在中国了。易碎品，我开的那个速度太快了，不可以解快剑音速，因为我的开超快。我这礼拜只跑三天，我赚了30000多的欧元。你要想你，你还要买自己的车啊？对，要玩一天跑一车。嘿，每次没有开之前就想说可以跑一车，然后跑的时候就觉得干我干嘛打开跑一车啊，好累哦。在跑的时候就不想要，就不想跑了。对，但是没跑的时候觉得。跑一车感觉反正打发时间，不然跑一车好了。你看我10点打开了，我跑40分钟的跑完一车，看有多久了。怎么这么重画位置的色图啊？哎，因为他的额头可以拿来握啊，这个下棋。不是啊，他们画的不是额头，他们画的是胸部啊。什么奶啊？祝福の小屋に。我画他们在意的不是额头，他们在意的是位置是不是巨乳。位局就算是巨乳，我要也是玩那个额头啊，跟那个巨乳没关系。哇，这个中世纪 NNA 太爽。ちょっと待ってて。这个打架看起来好像很爽。原材料は美味しいものだらけなのに、なんで最終的にはインク味になるんだろう。今回はオイラも遠慮しておくぞ。お待たせ。確か本にはこう書いてあったはず。こうして次はそれで。胖胖青包洞。感觉青年旅社，妈，看起来就臭。啊，魔法ってめちゃくちゃ便利だな。这角色好久没人画了，你马上就会被融化。罪恶王冠，你是看到的那个吗？これを近くの透明な瓶のそばに置いてきてくれ。羞羞色情的额头。あとは私に任せて。はい。魏局其实也算对你很好。いざとなる。他跟那个，他跟上一任小局一样，直接渡那个铁琵琶宫的蒸汽点。ありがとう。我没有走到位置线。あなたたちがいてくれてよかった。那个是解包剧情，谢谢。私にも女神の祝福。他直接渡给你一件披发。出せちゃ悪いもんね。我从来没遇到大火烈那个双修的武功。嘿嘿嘿。都没有经典的武功。森の妖精、任せてくれ。可是有什么双修武功就能吸星大法，都是。
地心大法算双修武功吗？我这种程度算吗？森よ、私の言葉に耳を傾け。可是地心大法很烂呢。私の祝福を受けたまえ。他后面要讲每个内功都是。啊，接下来。好，明白。七星大法，你要把吸过来的内力转成自己的内力才行。对。它比我们的九明北冥神功还要烂。北冥神功是它吸过来就是自己，它才没有在 care 你到底是不是你的内力。真的欠。是。他不是说吸星就是。说那个北冥神功是七星大法的上位版。所以当初那个北冥神功的那个逍遥子才很强啊，他强到不想活，没人打得赢他。遇到人只给他吸一个，给他素一个，他就赢了。真的，素先把他吸走，完全没有副作用。他只要素一下，你的功力就是他的。你练几年，他就多几年。太准，这是 bug 一样的能 bug 一样的功法。私がこの私がオルビット城の頂上で予言の女神にしこの世界を救う勇者が予言の崖に降臨するとき勇者と今まで予言の前半を忘れそれゆえ私はあそこで待っていたのですなこれは良い犯人の脳も予言の崖って大きな壁画があるとこか？オイラたち、確かにあそこで目覚めたぞ。でも何も起こし、間違いありません。あなた方は妖精殿と共に祝福の森に新たな活力を与えてくださった。間違いなく。そうか。お前たちがそう言うならそうなんだろうな。うん。オイラたちの楽しみは人助けだからな。やはり。予言の女神のご神託に私も一緒に行くよ魔法が使える森の妖精がいれば旅もかなり楽になるでしょ勇者と魔法の妖精巨竜に冒険本当に童話の出だし皆さんの次の目的地は対岸のオルビット城のようですなあそこはシムランカで最も栄えているお城のてっぺんにある星の庭に行けば、予言の女神があなた方の探している答えを授ミーローさん、行っちゃうの？うん。他にも助けが必要な人がいるからね。でも、そう遠くには行かないし、時間ができたら、またパチサラちゃんにも会いに来るよ。だから、いい子にしてるんだよ。おじいちゃんのお手伝いをしてね。サーゼル嘴力点满，子弹都炮啊！聞き分けの良い子だ。可以，超帅。忘れるところでした。オルビット城に向かわれるのなら、海上列車に乗らねばな。明朝、私が先に駅に向かって怠け者の乗務員を起こしておきましょう。今日はもうゆっくりと祝福の森の景色を楽しんで。そうだな。ずっと忙しかったから確かに疲れたぜ。おや、化妆仙。注文が入ったようですね。对，抓鸡。抓到化妆仙。麻酔を頼むぜ。这是我够强。麻酔抜きで。最近。首が治っても。隐藏剑谱，隐藏剑。金钟罩当第一真武拿金钟罩，结果发现要分佛法佛学才可以练。是没错，我根本就不会，根本没办法练佛学。没错。
然后当破第一周破台，还是不知道去哪里学佛学，妈的！因为那时候改版还没看到，看不到那个书的内容，所以不知道可以学什么东西。你要学了才知道。那个我记得要跟那个谁，跟四师兄买，好像什么什么什么腿还是什么的，可以学到佛学，超麻烦。不是，他是说有破过结局，你的每月的中上中下旬都会多一点的那个能那个行动点。是。大家干掉！やっぱり昨日のは夢じゃなかった。然后这边有人玩出那个事件了，把那两个全部杀掉。嘿嘿嘿，超狠！哦，等着触发那个夜影咒。夜影咒。这边好像如果你要买那个江湖快报，变化不太。出迎えってどうやるんでしたっけ？もうちょっと下手な芝居はよせ。退職症などとっくに治っておるくせに。你这边嘴力够高，你可以直接虚晃他们，虚晃他们三。見間違いですって。昨日のは私じゃありませんよ。もうよい。而且你在背后，你只要在背后坑大师兄，大师兄对你好感，三神的靠背。今は発狂しているでは。起きます、起きますってば。会場列車ももうすぐ着きますしね。いい顔。それ以上怠けていると神に神が入る。調子はどうだ？お、勇者殿と精霊。赵火就算在断考考过，他也没办法当这个师弟。もうお越しだったのですね。これはおま。いいってば。気持ちはよくわかるぜ。朝ぬくぬくした布団から出たくないって。会場列車は。有做那个建言的话，向前力才够高。乗務員がおらねば運行できません。哈哈，又要死。哈哈哈哈，垫肩。才是不懂为什么这个白痴垫肩。吓死！连这个下人都垫肩。もちろん。そういうもの。没用南宫前。一路はよそから来た客人にも寛容ですからな。おっと、列車が来ましたぞ。これでお分かりになるでしょう。他没有血，还是会烂掉。没错，这边你嘴力够高的话，你可以在他讲话的时候小声呛他，笑死，超好笑的，嘴力够高可以做超多事情。勇者と祝福の森の妖精殿をオルビット城まで乗せていってくだされ。勇者と妖精殿、それはまさかあの予言に出て。それならそうと言ってくだされば。ああ、もっと豪華な車両で来ればよかった。今すぐ帰り。気にしないで、ホイールさん。サハン第一輪已经跑位置。それより早くオルビット城に行きたいんだ。観光はまたの機会にして。これからの海。はい。もちろん光栄です。では皆さん、お好きな席へどうぞ。どの席でもシムランカで最も美しい景色がご覧になりますよ。全部是突破门。就是。阿桑啊，哦，今誰か喋ったか？私も喋ってない。阿桑啊，就像这一次讲那个，对啊，列车の中から聞こえてくるみたいだね。嘿嘿嘿嘿，会会死。阿桑啊，然后就会一直讲那个道理。妈妈，すごいじゃん。あれ、キララじゃないか。そう、有一次さん、わ、小梅。友達？玉珠。裂谷。ああ、没错，裂谷呢。张看这局那个，头发没长很深，看攻略很快速。是没错。うるさいな。あれ、もう朝？懂得龙傲天。哎呦，我嘞！哎，完，还没遇到龙傲天，没抽到。姫たち、旅人とパイモン。はい、よかった。本当によかった。昨日の出来事は夢だったのか。すっごいリアルな夢だったな。
積み木の小人が喋ったりして。お客様、車内での寝泊まりはお控えいただけると。现在没有魔教。这边如果是跑那个夏侯兰线的话，夜里是夏侯兰会来。不是不是那个江洋大哥。喂，シムランカ、そんな名前だったんだ。昨日は積み木の小人がオルビット城って呼んでるとこの周りをひたすらうろついて帰る稲妻の大きな妖怪を怒らせて、お腹の中に飲み込まれちゃったの。キララさんは稲妻の人？半分正解だな。ちゃんと三面剑敌二师兄。こいつはキララ。稲妻のコマニアって配達会社で配達員をして。はじめまして。这些人是不是都普信你？都觉得大师兄跟都是觉得唐门大师兄跟我有一腿，他是不是喜欢我？他在看我，他们是不是普信你啊？に配達に行くときに噂は金がね。ステージも見に行ったけど、ダンスが最高だったよ。他想要这个合唱会。シムランカの世界ではそういう身分って。他这边不是，这边不是就是选择使用那个有点危险的招式，或使用安全的招式，就是一定假死，知道吗？跟那个和尚打的时候，如果你用安全的招式，他就会直接假死。假死完之后，和尚过来帮你看。那看完之后呢，会一起跟和尚走回去唐门，然后和尚就被干掉了。完了，虽然有点危险走势。对，因为当时我就想要这个，然后更多我们的那个这个生徒龙也是被夺舍的。他这个死了，这边他是西夏王吧？我记得前西夏王。啊，你这边他这个和尚死之后，你跟那个和尚那门派关系就下降，对，就松山嘛，记得。超惨。お話し中のところすみません。天命。その猫又のお友達さん、太っちょネズミをカエルを捕まえたりとかも。そんな心配してたの？私がそんなことするよ。他大师兄练那个九转轮回大法。食べ物に困った時。那也是极乐教的功法。跟那个生徒龙一样功法。反正他刚好喝那个解毒的，是啊，因为刚好生徒龙把他那个唐门的内功吸光了，然后把他练的那个九转轮回大法的那个一出来，所以他才复活，还在吃鸡腿。一番腰が引けてますよね。没有跑龙香线的话，其实蛮可怜的。他后来就自己离开了。昨日城で折り紙の小動物に会った時も壊しちゃうのが怖くて爪も出さなかったんだよ。それに君たち美味しそうじゃないし、段ボールより噛みにくそう。あ、いやいや、美味しそうだとしても食べたりしないから。いや、これは失礼。我々も体が反応してしまいました。お客様、そろそろ出発時間が迫って。おしゃべりに夢中になってたらもうそんな時間か？それじゃあ急いで乗ろうぜ。キララも一緒に来るか？次の駅まで乗ってくよ。他是好人。城の周りで気になる場所があったから。偷偷嘴武林那些。对啊对啊，就是他们那时候最后跟你围殴打你的时候，他会讲两句话，然后就打，好像一回还两回，他就讲两句话就走了。然后接那个什么，他不是当初他们是打外包，对啊，他们外包不是就是叫我们开门，然后我们就是一个战术是开门之后关门，然后就把敌人关在里面，然后对方在很气的时候一直跟你说，对啊，对方确实开门了，他们有关门，是这样干过。神派阿布，这边我记得你把金乌干掉，这边姐基本上都一定那个。好个都够，嘿嘿嘿。完
我记得刚刚那边，如果你不够勇敢，或是好像那个某个条件没达到的话，你就没有办法选第二个选项。第二个选项就是我谁都不 care， 我直接离场，高歌离席，是没错。还是得抱着，我们自己我才是正统的。你杀掉金屋上人，他们也会诬陷你是那个、啊、魔那个魔教魔教的人。这是故意的、啊，就是那个市民在搞啊。道中お気をつけて。开放也可以。他们说，如果你原本本身素质不高的话，你可以靠你不会好感觉，然后你就可以强行进入西游西游。海里落ちてしまいますよ。你不会怪感觉说，你可以做西游林呢？他直接跟你讲。哦，原本战术要够高才行。啊，如果不行，只靠好感度。但是过关的话，他会自己提出来嘛？我记得，没错。森に賑わいが戻ったんだね。私も今度遊びに行きたいな。有练战术其实也不错，因为战斗中会一直回气，超神，还回超快。あの子たちに怖がられなきゃいいけど。是没错。我是觉得，瑞生的龙傲天都是瑞信给的。没错。都是瑞幸在一手之后，在后面操纵他的妻子。没错。到着しました。あそこがオルビット城です。まっすぐ進跟南宮生打那个传家宝的那个凤凰。このたおかげさまで。凤凰那个电尖。这个我不要了。また来るね。不是一定要守唐门吗？不能下山，对，要不然三师兄会死。我应该说你可以下山，但是下山中你打完外堡会选择说你要回去回防，还是坚守外堡？你如果坚守外堡就爆了，对吧、啊？会走会被人啊。对，没错。大师兄，没错。先にオルビット城に行ってて。唐门绝学，飞燕流星岭，用一根羽毛当暗器。昨日は屋根を伝って見回ったんだ。知ってるでしょ？还好他们是埋用土埋，不是用火烧。火烧的没救。没错。しょうがなくなっちゃうんだよね。安心して、君たちが大変な時はすぐ駆けつけるから。コマニア均等級配達員のスピードを甘く見ないでよね。わかったぞ。そこまで言うなら先に城を見てくるぜ。うん。大丈夫大丈夫。私は妖怪なんだから。等下这次他们有结缘吗？我看那个老孙他们有结缘。哇，这里很多人 PC， 但是我第一轮走的时候完全没 PC。因为你没有丐帮啊。那完全就没什么人跟我去，超惨。調べたい場所があるだけで。別に急いでるわけじゃないよ。そうね。そう。うん、安心して。他这个路线会少一个那个女的 PC， 会少一个。对啊。不知道到底是怎样，感觉应该是只有没来不及有人线。没来还是来不及去。完。没错，我已经从微梦都已经改变。嘿嘿嘿。赵佛确实是天才啊！等到练到之后，那个我的暗器丢一下，直接那个变那个中毒麻痹了，超强。对啊，你暗器，你有把那个毒练起来，超强。超强。他光是暗器的毒，你到第一阶段就可以直接扣别人半条血，然后呢，那个麻痹第一阶段是直接让别人不能行动。没错，《活侠传》。哎，武林盟主结局。
骑下右我。風の流れる方へ。完了，没了。畏惧写的，谢谢。武学跟武有靠背，是真不错啊。只是老师没有跑其他结缘的，还蛮可惜。那空瞳应该跑个那个啊，你讲。宝とは旅の醍醐味でござろう。对啊，那空瞳应该跑个夏侯兰呐、啊。这都是个什么？这到底是什么东西呀、啊？三神。你可以那口离过魂，对不对？嗯，这个我不要。嘿嘿嘿。下面在香港比较会说有没有战地记者？有没有战地记者？是要多战？然后那个，连科幻小说作家都不敢采用如此夸张的设定。对，可能无比真切。笑死！大型诅咒选择。笑死！爱给他。急がなくてもいいのよ。特级咒物移动，可怕。特级咒物。中国网民留言：有种圣女被勇者从哥布林洞内救回来之后，被人类社会嫌弃之后，又独自回到哥布林洞去的美。嘿嘿嘿嘿。对不起。在这里，超靠背。急がなくてもいいのよ。香港表示，我打素奴，真的假的？我打素奴，真的假的？素奴，你才是挑战者。セシ第二言葉なき手がかり。爆散。助けて！助けて！助け！あ、予言の女神を感謝します。如果今天素奴没有抢伏黑会的身体，而是直接用五藏的身体的话，那素奴早就死。すみませんが、あそこのゼンマイを巻いてください。他没有召唤屋，路人的身体。你看戴奈达的身体一发纸都可以打出一个洞，你看那个，你看伏黑圣人戴奈达的身体也还是吃不了一个趋势，何况是虎杖，虎杖也不是天宇咒符啊。那这样子是不是他只要用虎杖的身体一发纸下去直接死去？全都没有。你看素奴诅咒之王，笑死我了！还要靠我们的那个魔虚罗才赢得了那个六眼。虚罗吧，魔虚罗救救我！完，体外偷偷给血，可以用你那无敌的四神魔虚罗来救我啊！予言の女神の魔法をご覧になったのは初めてですか？簡単に言えば、千年来最強咒灵的称号就是个笑话。オルビットに下され、人生の軌道。まさかオルビットでは、それが生まれながらにして、悪いことのようにおっしゃいますけど、補足させてもらうと、オルビットのためにも当然自分の生き方があります。僕だって毎朝、でも、但是圣雅还是没时装啊，谢谢。つまり。お前たちの命や安全を守る。おおむねそのように理解してくださって問題ない。とにかくあなたたちが無事でよかった。所以我说圣雅什么时候时装？オルビットに向かわれる。そうだ。ギアリフトっていうやつにどこで乗れるか知ってる？就是选装备，然后それならそこの鍵の刺さった台のことですよ。然后扫弹。哦，干终于了。这样子方便多了。终于。本当にオイラたちを運んでくれる？ご安心を。だいじん。オルビットの街はほぼギア、つまりその軌道は固定されていて、全身と書かれた車が光沢。コンテーヌのクロックワーク玩具みたい。もしかして
小人が踊るオルゴールみたいなもののこと？確かスメール。そうそう、とにかく急に脱線したりしないなら安心だな。レベリック楽しい。よっ、それ。今、A 戦が上線。あ、没错啊。换日可以开麦。好事。啊，你要不要买诺瓦的给我？我需要诺瓦的，很急。诺瓦。这是什么？什么视频？怎么这么色？没品。进城喽！哇，すっごく賑やかな街だな。活動。さすが王様の住んでると。次はお城のてっぺんに行って、予言の女神の召喚を受けないと。私たちが城の奥へ向かうのを。有那个球球人叫碎步将军。完了。把路让出来吧。还有那个什么大木守卫。把路让出来给我。直接不演了。我的月运的王。没错。神。米生啦。他们虐狗看到了。オイラたちが城に入るって聞いて、主角在放大 BGM。オルビット城の支配者であり、秩序と星々の守護者でもある流星のもとに降臨されし、我らが。長笛是主 C 吗？肩書きが長いな。遠くからようこそ。那边主 C。完了。あんたたちの功績は聞いたよ。森に天気密をもたらす妖精と予言の、あれ？ナビア？国王陛下のお名前を口にするとは、なんと無礼な！さすが私の相棒だね。アドリブうますぎ。はいはい、みんな肩の力を抜いて。紹介させて。こちらは旅人と最高の仲間。国王陛下の友人でしたか。他不是整点马奇不是整点都有黑龙白的。我看超夸张的是，那时候我们会照顺序从十线一路打到十三线，应该说从九线一路打到十二还是十三线，就这样子轮流去那个把那个龙庆掉，看会不会掉一些素材或什么。然后那时候就也是。刚打完九线，然后十线就说已经打完，我就想说干是谁偷吃，然后说再去直接换去十一线的时候，就看到那个法师，然后大家就问他说你用主魔打，然后他就说是用主魔打，用组合魔法打，一个人单挑白龙，然后直接把他杀烂，然后呢后来他就问说主魔是不是很贵？然后呢，他跟他就回说：“主魔超级贵。”スピナディロースらの会長よ。フォンテーヌを旅するときは、コア村長にも遊びに来てちょうだい。お前は本当にのんびり屋だな。而且他不是打血本，不是打那个太赫图，太赫图会掉吗？好像只有血本会掉那个加能力、加技能能力值的那个卷轴嘛。然后是那个卷轴好像是附在武器上是不是，对啊，就是你装备的时候，你的那个技能还会再加。超级强。私たちってもう予言には予言といえば、オルビットの街は何かやばいことになってるのか？まさかそのまさかよ。ちょっと前に上次那个更新有强化一些技能。街の空に浮かぶ星に目强化重疾和越级，越级现在变得不一样了。不用再那个。应该说不是越级啊，那个猛级变得不一样，然后越级伤害也提升。不然之前难用。
星が一つ。以前猛击就是把你定在原地，一直敲，一直敲，一直敲。现在猛击是它会冲刺一段路，然后直接追击敌人，然后伤害也提升了。我记得完了，你的灵骨没有秒判，就是。但是他没有办法用那个，没有办法像以前一样把别人定在原地。何か知ってる？女神の彫像なら城のてっぺんにあるよ。案内してあげる。じゃあ、個技能測試一下、我技能有没有跑掉。上次敲这本书法、安静跑掉。まあ、ここの住民の話だと、もうずいぶん前から新しい信託は下されてない。どういうことだ？アーモンド長老は、こないだも女神の予感。ああ、多分シムランカの勇者に関する予言だからでしょう。最近になってみんな気づいたの。平和の再来の後のことについて女神様に尋ねても何の返事も返っそっかあんたたちも試したいならやってみたらついでに侵入者も倒してみてよ侵入者ここって悪霊以外にも祝福の森と同じでここの住民に異常が現れ始めてる予言の女神灵魂啊！積み木の小人を灵魂啊！灵魂，私たちも見たの。灵魂，それよ。最近は街で特出してるからか。五十帧，那个第一阶段的灵魂啊，第一阶段的灵魂。その場に固定されたままループが取れなくなったり、何かのループにハマったみたいに何度も同じことを繰り返したり。第一阶段的灵魂。应该是。クロックワークのおもちゃに例える。应该是。レールが劣化したり。イヤがずれたり、そうそう、そういう感じ。有那个小飞猫，应该就是。野外の魔物が町に入り込んで。え？でもこの辺りには魔物の影も形も。それは私が数日かけてほとんど一掃したからよ。残りも基本は城に閉じ込めるか町の。待てよ。じゃあ今オルビットじゃ魔法に異常が起きてる上。龍が空の星をひっぺがしちゃって城には守祝福の森よりも問題が山あとの2つの問題はまだいいけどみんなを拘束する魔法はどうしたそこについては予言の女神も早くから準備してたみたいよ大昔に星空につながるギアを動かすのだその時わしは舞い皆の足元につお軌道は予言の女神がオルビットに授けた贈り物のはずだろでもそれって文字通り受け取るとそうねだから一部の国民は不安から予言のギアを回すのに反対してる予言の女神のでもこのまま問題を先延ばしにするのもそうなのよねみんなもそれは分かってると思うただ一歩踏み出すのが怖くて妨害を無視して私たちでゼンマイを巻いてもいいけどそうさすが相棒よくわかってるのねできれば全員に理解してもらいたいんだだってオルビットの未来は国民が決めるべきでしょはい、賢い王様っぽい発言私も一応スピナリロースのボスだからね王様になるのは初めてだけどまあ大体似たようなもんというわけで旅人それにミイロさん、他会把你吃掉吧？我记得。あんたたちがいれば、町の問題もすんなり解決できるはず。他把你吸过去，也没吃掉啊，就是把你吸过去，然后再用大伤这样打。悪くない。まったく水臭いな。我怎么都不打蜜蜂？他们觉得他们的伤害可以过吧？建议打蜜蜂，因为蜜蜂它吃掉会那个。祝福の森と同じ。会给大伤。少しでも早く復活させたい。よかった。建议打掉。オルビット城の国王として。我不要打打喷嚏。我应该可以不用打蜜蜂，因为它不是。城のてっぺんにある女神像。要拼了命把它解决掉。しっかり。因为看输出啊，输出应该打得死。两个画师啊，两个心，两个画师当前最强职业。两个画师还打不赢，那就好笑了。哦，画师比那个双刀强，强很多，强超多。目前最高的画师，好像双刀。他现在也是目前最强法术吧？没错。你知道那个啊？就一百等黑魔最想回旋，没错，就是转职业，转职画师，没错。这是不对，这边不用赢，要赢的是另一个。呀！
边，那边。等一下，等他泡完。来。いざ。下来，慢的。